にちは。あ、え、サラピョン探してた？マジ？帰っちゃったよ。その現場に今は私はいないよ。ごめんなさい、サラピさん。ほんまですか？嬉しいですね。今配信してますね、サラピさん。こんにちは。やっほー。15分ぐらいしかちょっとね配信できないんだけど、ごめんね。配信しよう。差し入れにあった広島芋を。あー、そうこさん、ありがとう。こんにちは。今日お話し会ありがとうございました。ミキさん、ありがとうございます。広島芋生マシュマロ専門店だって美味しそうだから持って帰ってきました。あ、いたた。こんにちは。よし。あ、いた。すごい。ドライフルーツが中に入ってる生マシュマロです。ここがね、キューブみたいな。先に写真撮る。写真撮らずに食べようとしてた。美味しい、美味しそう。いや、私もね、人見知りなのでね、なんか自分で言うのもあれだけど、ちょっとね、一人しみ気があるので、そう、一人しみの傾向があるらしいから、そう、なんかそうじゃないよねって言われるんだけど、そうなんです、実は。なので、わかる。アウトとか言われるとね、結構辛い。それは人しみ、え、人見知りだから分かるよ、その気持ち。お、すごい、今さっき帰ってきた。おかえり、いただいま。ドライフルーツいいね、美味しそう。いただきます。うまし、くるみもある。いや、3人よりも人見知りかもしれないってぐらい、本当に
でもそう、なんかそうじゃないよねって言われることが多いです、やっぱり。こちらこそ、ガチャさんありがとう、ボブさんありがとう、プレマーさんありがとうございます。こちらこそ、クレームサランさんありがとう。こちらこそ大変ありがとうございました。つい最近初めて知りました、対戦って言うんだってこと。帰りの新幹線ありがとう、今日来てくれて皆さんね、たくさんお話できて嬉しかったですね。すごい列がものすごく途切れるってわけでもなく、本当によかった、嬉しい。ループしてくださった方も、ご協力してくださった皆様も、釣られた方もありがとうございました。初めての方もいらっしゃってめっちゃ嬉しかった。よしさんありがとう、また今度ここへ来て来て、ありがとうね。こんばんは、ひろころりさん、いやいや本当にありがとうね。幕張も今度3月20日の幕張もね完売してて、今日ね X 先ほどあげたんですけど、ぜひ確認してください。 LT もねよろしくね。らしいですね、サラピさんが探してましたって情報ありがとうございます。もう実はサラピさんのそばからは今いない状態のナピちゃんです。そう、ちょっとね離れた場所にいます、残念ながら。今日はもうお会いすることができないかもしれません。そう残念、嬉しい、すいません。でもまたね、すぐにきっと会えると思います。皆さん3月23日のオンラインお話し会お待ちしております。ご飯がありませんよ。めちゃめちゃ優しいので。でもございません。一緒にいて楽しいです。本当に帰ってるんだ。こちらこそ楽しかったです。ありがとう。ゆちさん、高野さん、ありがとう。今日もね、たくさんの方から可愛いの言葉をいただきまして、めちゃめちゃほっこりしてる状態の私です。
そうそうそう。ね。竹山のんちゃんのセンター祭だったっていう風にお聞きしました。X 見ましたよ。流れてきた。おーと思って。おめでとうと思った。ね。ナピちゃんの生誕祭も正規メンバー祭になったらできると思うかな。なんか豪華な生誕祭ね。まあ、ふわふわしてるよ、ほんとに。なんかね、なんかマシュマロじゃないみたいな。そうそうそう、なんかね、雲みたい、本当にめっちゃ雲、口の中でね、おーってそうなる感じ、とぐらいふわふわ、なんかシュワシュワ言ってる感じ。はい、あー見て、ふわふわしてる、ふるふる。美味しいですか？みんなも美味しそうに食べるね。あなたの食べるもの、私の食べるもの、それは寂しいネタねって言われる。うーん、実際ね、そういう会話をねしないんですよね、姉妹って。なんか姉はやっぱり妹のことを可愛い可愛いって言うけど、妹は姉に対して何も言わないんですよ。多分それがめちゃめちゃ普通の家庭だと思います。だって例えば男兄弟だとしても、あの弟が、おーなんか、例えばそのお兄ちゃんがね、弟なんかちょっと最近かわいいなーとか言い始めたりしても、お兄ちゃんかっこいいよねっていうことってあんまないじゃないですか。それと似てる気がする。あー買いに超長いスポンジね、やっほやっほ、出勤さんありがとうございます。すごいたくさんありがとうございます。すげえ、そのこと嬉しい。そうそうそう、だけん姉と兄は言われないんですよ、永遠に。でも
姉と兄は弟妹には言うの。面白いよね。晩は。そう。てけん。なかなか言われないですね。うん、アマピはね、ないね。いや、それぞこちらこそありがとうね。うん、待ってる。たくさん喋ろうに。美人になったねなんて言われないの。言われた記憶ないです。あら、大丈夫だよ。まぴちゃんがお姉ちゃんとして言ってあげるよ。かわいいねって、かっこいいねって。せっこはね、一番言われそうなイメージある。うち二人だから、そのやっぱり三人兄弟の家庭と二人兄弟の家庭で、やっぱりそのなんだろう、またちょっと変わってくる気がする。こんばんは。あと二次紹介はであんまそんなこと言わない。普通だったら。でもね、なっちゃん言っちゃうんですよ。普通に妹に、かわいいねーって言って、ママピー、そんなこと言わないですよ。うん、マジ TK さんいいじゃん。じゃあマピちゃんのこともきっとみちんと言ってくれるかな。 TK さんご家族は、うん、姉のいる弟になりたい。私はね、兄がいる妹になりたい。だからないものすがりなんですよ。そう、ないもの、ないものねだり。はい、後ろは君は何を後悔するのか、息をする心、花は誰のもの、ヘタレたちよ。そして独り言で語るくらいなら思い出せる恋をしよう。無謀な夢より覚めることがない。大好きな人、風を待つ暗闇という感じで、はい、ございます。です。うん、自信持てそう。いやー、結構ね、小さい変化にもね気づくことができる気がする。うん、あ、いってらっしゃい。のーちゃん、なーに、こんばんは。めっちゃ楽しかった。ねえ、ゆびりんさんね、らしいですね。見ました。で、そろそろ終わろうかな。20分経過ということで、トレディングカードだってたら買われたりしますか。でも推し活したいんですよね、私。最近ちょっとファンの方になりたいと思ってる。そう、だからファンの人になりたい。今までそのアイドル側だから押される人間だったけど、ちょっと自分もね、しっかりとちゃんと押したいです。ファンの人のようになりたい。そうって思う。だから自分でお話し会申し込んでみたりとか、ちょっとね、今ね
しようと思ってます。やっぱそのファンの方の気持ちにもなりたい。そうだからくるくると一緒にお話し会行くのもなんかありかもしれないと思ってしまったよね。うん、山下美月さんご卒業めっちゃ楽しい。絶対に卒業公演の卒業コンサート行きたいですね本当に。そう乃木坂さんでは久保史緒里さんが推しメンで、日向坂さんだと小坂奈緒さんが推しメンで、桜坂さんだと山崎天心さんが推しです。うん。おお。いい。うん。自分のお話し会申し込んだことないな。うん。やっぱり参加してるんですか。久保さん、奇遇ですか。一緒？嬉しい。お綺麗ですよね。うん、本当にあの推しです。写真集も家にあります。交差点、そうあの即購入して今家にあって、そうなんですよ、いいですよねしおりさんで。自分の写真集そう初めてお小遣いで買った写真集はユミリーさんで、その次が多分しおりさん、あとね、いただき物とか、そうそうそう、で、あのお母さんとかお父さんとかにね、頼み込んで買ってもらったのが他の全員の写真集です。 STU48 そう、で全員持ってるんですよ STU48。時間の写真集も家に ありました。うん、だからちょっとね、お申し込み期間とかちゃんと調べないとなと思ってます。あの乃木坂さんの、だってさ一番最初に申し込まないとさ絶対当たる確率やばいと思う。なんか1枚でもいいから話したいって思ってきた本当にめっちゃファンになってるそう、ね、なんか申し込みの場面までは何かで言ってたんですよね確か。乃木坂さんに入ってほしいです。兼任してみたいですよね。なんか46と48の兼任をしたいですね。気まずいかも確かにちょっとね。でも逃しあった、あやりたい。もうこれはずっと私夢として語ってよ、46と48の兼任をやらせてください、お願いいたしますそうそうそう、ではね、そろそろ終わります。うんね、らしいですね。では行きます。乃木坂さんかも。でも選ばれたところに来ます。シティシーさんありがとうございます。テープイズデビットのディキプリマッチありがとう。ユメイズサクちゃんさんありがとうございます。デデズトシキさんディキプリマッチありがとう。ナイイズグラメさんありがとうございます。イイズカゴフィギさんディキプリマッチありがとう。セブンイズホリちゃんさんありがとうございます。シッイズカイトさんディキプリマッチありがとう。フィッイズおちゃったさんありがとうございます。あーひゃーびっくりした。ポイズゆずきちさんありがとうございます。
And then is ハトミクリマックさんありがとう。しかに HPP トマトさんありがとうございます。First is のびやまさんおめでとう、ありがとう。イエーイ。じゃあ近い未来にだね。1枚後よ。わお。本日も配信ありがとうございました。ありがとう。ね、なんかめっちゃ短いって聞いたことあります。でもね、それでも少しでも会いたいです。それではバイバーイ。バイバーイ、またね。ありがとう。 See you next time.